皆さんこんにちは、ユーロデザインの今村です。今日は、スズキのスイフトスポーツを、試乗させていただいています。ですね、僕人生初の、6速マニュアル車です。で、1600cc のお車だそうです。ではでは行ってみたいと思います。で何インチですか？17インチ。はい、ですね。17インチの割に全然乗り心地悪くないですよね。ありがとうございます。全然普通ですよね。そう、なんかすごい全然普通なんです。今ちょっとこうブーって回ってきたんですけど本当に普通の車っていう感じがします。まあ、見た目はあのタイヤが大きくって、まあ、ホイールが大きくってエアロパーツがついてて、で、まあ、この車あの、なんと黄色い、ちょっと見えないですけど黄色いボディの車なんで、すごい盛り上がる感じで、こういうところもステッチが入ってたりとかするんですけど、乗った感じはあれ、よくできたいい車じゃないかっていう感じです。で、シフトの感触もクラッチもみんな軽いですね。ただ軽いと感触がなくなっちゃってやりづらいんですけど、まあ、これもうちょっとこのシフトはなんか感触が欲しいなってところなんですけど、ポッと決まるタイプなので、まあ、乗ってご覧になられてどんなご感想を持ちになるかってところですかね。僕としてはもうちょっとこうギアを触ってる感じがあると乗りやすいなと思いますけど、なんかまあ今時な感じなんじゃないでしょうか。で、ブレーキはとってもいいです。分かりやすいですね。で、特別これターボとか仕込まれてない車なので、本当1600の4気筒の、NA エンジンでいうと、もう思いっきりフランス車によくあるプジョー、ルノー、シトロエンによくあるタイプのエンジンなんですけど、あ、どっかで乗ったなみたいな僕は感じがします。ただ上の回り方がいいんでしょうね、きっとね。ちょっとまあ前回まで回してないですけど、で、こういう車って前回の上の方でこうガーッとこう来たりすると、おお、スポーツカーだなーっていう感じがするんだと思うんですけど、実際乗ってる時は今これで3000回転なんですね。2000から3000の間往復してます。で、この辺の扱いやすさがあるとすごく乗りやすい車と感じられると思います。ちなみに今60キロで補足、6速に出ると60キロで1500回転ちょっとぐらいですね。これ燃費はすごくいいんじゃないでしょうか。あ、ブレーキ本当すごくいいですね。で、ですね、スイフトは普通のスイフトに乗せてもいただいたことがあるんですけども、ハンドルが真ん中のところにですね、なんか動きたくないよゾーンがあって、それがちょっと乗りづらいなと感じたことがあったんですけど、これ不思議とあれ、そのあんまそれ感じないんですよね。なんか特別なことでもやってあるんでしょうか。足が硬くてみたいな、そういう感じではないんですよね。すごく本当ヨーロッパ車の足回りに近いんだなっていうふうに僕は感じます。
やっぱこの車はしっかりしてるんでしょうね。すごくいいですね。ブレブレ変なあれもないし、ちょっとじゃあ踏んでみますね。
からすれば超合格点なんじゃないですかね。今のところあのフォルクスワーゲンのパサートっていう車で、試乗した動画をもう一個上げてるんですけど、あれが今のところ 最強だったなと感じましたね、今の道だとね。パサート、ちなみにこの車は177万円ということでした、まあ、200万円ぐらいで手に入る車としてはあの相当いいんじゃないかなと思います。であと、まあ、200万円といえばフォルクスワーゲンのポロ、まあ、340万高くなっちゃいますけども、ポロとかあとアップとかですね、あの辺も同じぐらいの価格帯に入ってきますけど、まあアップだとやっぱりあのミッションが気になっちゃうので、このスイフトスポーツぜひちょっとねそういう車と試乗比較されてもいいんじゃないかなと思うようなすごくいい車でした。ということで以上です。ありがとうございました。いいですか。はい。